こんにちは、ゆうです、お久しぶりのパズドラですね。はい、このアカウントもお久しぶりです。闇属性無課金、闇属性縛り、ビッグボスカオスをやっていきたいと思います。今日ねやっていくのは、ランマル降臨ですね。ランマル降臨、僕ランマルといえば柴犬ランマルくんというね、柴犬の可愛い YouTuber がおられるんですけど、はい、そこに挑んでいきたいと思います。終わったらね、ガチャも引いていきたいと思ってますんで、ガチャだけの見たい方、その後ご覧ください。クリアできればね、ランマル降臨を。はい、パーティーこんな感じとなっております。はい、メルエムですね。はい、ご紹介しましょう。はい、リーダーのメルエムにスキルチェーン耐性、全振りで、鎧化ですね。アシスト。何の武器やったかな、これ忘れた。はい。はい、フレンドじゃなくて、サブのメルエムに、遅延ガンブリで、ウォッシュオンスター、この七夕の時もらえたやつですね。これでもう、暗闇と雲を補っております。はい、でニースですね。ニース超学生10コンボ強化に上限解放スキル遅延2つ、これはアマテラスの武器ですね。アシスト、これが めちゃめちゃ強いんですよ。はい、でまあガンホーコラボ、ガンホーのねコラボのキャラがパワーアップするということで、まあ特攻キャラみたいに言われてますけど、まあね、そこちょっと僕も思うところあるんですけど、それはまたメンバーシップでお話するんで、はい、ぜひメンバーシップ入ってください。90円で入れるんでね。はい、超学生10コンボ強化4つに、闇リーチ武器ですね。はい、でサブベリアルですね。はい、スキルプラスに、これもアマテラスの、回復強化の方の武器ですね。はい。で、こちらがフレンドさんのメルエムですね。これは多分百式に挑まれた方でしょう。超学生じゃなくて、潜在にスキルチェーン2つ、悪魔キラー1つに、武器はスタイルチェンジ、キーですね。はい。それでは挑戦していきましょう。あ、バッチャね、HP プラスです。はい。これは、とりあえず、アマテラス使いましょうか。で、緑ワスナを使って、メインアカウントではね、クリアしたんですけど、このアカウントではね、クリアしてないんで、まだ。メインアカウントもね、どうやってクリアしたか覚えてないぐらい、本当に、記憶に残ってなくてまあ僕はおじさんなだけなんですけど、はい、はいはい、緑バスナー使って、でこのアマテラスのね3ターン変質の武器使っちゃいましょう。で火が多くなると鬱陶しいんで、もう全部消しちゃいます。はい、ここは、はい、すぐに積んでやろう使って、はい、すぐに積んでやろう使って、はい、すぐに積んでやろう使って、ねこれがねあと1ターン貯まるんで、ここ無理して7コンボ組まなくても大丈夫です。これいきなりいっちゃいましょう。メルエムね使うのね久しぶりなんでね、こんな感じでいいかな。よし、はい、これ耐えれるんかい。ここはなってこへんのね。はい、でここで一旦ヘイストかけて、はい、これで OK ですね。回復4つ消し、回復4つ消し、ここでいいか。はい、さあどうなる、抜けるか。 OK、 ヘイストかけたんでね、ロックは関係ない。はい、毒性吸収か。火と水関係ないね、全然。では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 、こっちのメレウム使って、
はいはい、ドック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 、ほいほいほい、やべえ、四つ消しできてへんけど、多分大丈夫でしょう。いや、耐えれる？これ次の先生やったような気がすんねんけど。五感、お、なかったなかった。はい、じゃあ命令を使って次からね、四つ消し忘れんようにしていきたいと思います。で、ドックもね、あんま消さんと。いや、ここでいいか。ほい、おー、いかんか。兄への敬意、兄がいるんかい。おー、これ痛いな。痛い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 。じゃあ13減るんか。はいはい、どうしましょう。でもね、ハンターハンターコラボ、なんでメルエム使ってるというとね、あのハンターハンターコラボがね、ハンターハンターコラボじゃなくて、ハンターハンターがね、あの連載再開されるということで、まあね、ちょっとどうせならメルエム使おうと思って。はい、消せない、火は関係ないです。 OK、 耐えれる。はい、残党狩りというか、ハンターハンターね。まあ、僕、富樫先生のね、アカウントフォローさせていただいてるんですけども、ツイッター。いやー、ついに、ね、単行本の、やって、連載再開かというところで、いやー、めちゃくちゃ楽しみなんですけどね。僕もどうしよう、LINE 漫画で買おうかな。OK。全然耐えれる。ハンターハンターはね、もう本当に、なんでしょうね、ずっとね、もうなんか、昔からね、僕の子供の頃からあるんで、本当にもう僕の子供って言えば、もう子供の頃って何年前よって話なんですけど。はいはい、九州、はい、耐えれますと。はい、じゃあフラジーローラ使ってね、呼吸手で残党狩り行って、ちょっとね、また上の人が暴れてはるんですよ。なんか上の階の人結構暴れがちなんですよね。結構暴れがちで、僕うるさいかな、うるさくて怒ってはるんかなと思ったりするんですけど、一応窓は閉めてるんですけどね。はいはい。はい、耐えれる。暗闇だもん、大丈夫と。はい、じゃあ行きましょう。残党狩りと行くか。これ何やったっけ。回復は4つ消し絶対ね。6多いから、これも。ここでや。ほい。多分倒せないんですよ、気があるんで。はい、ルーレット、はい、気をつけて。おっと、よし、じゃあメルエム使って、これで多分いけますね。で、これでクライビスパー召喚して、はい、回復でね、共倒れ専用にね、ドッケして、ドッケして、はい、こんなもんで。はい、お疲れ様でございました。結構簡単でしたね。簡単にメレムいきましたね。はい。はい、蘭丸くんおいで。おー。これは闇属性としてね、闇属性縛りとしてね、持っとかないといけないんで。はい。それでは、ガチャタイム入りましょうか。これ、10チャレンジクリアしたんと、僕。このアカウントね、10持ってなかったんで、応募させていただきます。それではね、まずね、ガンホーコラボガチャの前に、ミニキャラ、ちょっとボックス整理していきます。はい、ボックス整理してまいりました。はい。
多分カツカツのカツでございます、これでも。はい、ではミニキャラいきましょう。ミニキャラ、これクリア報酬ですね多分。なんかおこれは、おー、闇属性が良かったけど、これはこれがオイラの本気だ。めちゃめちゃいいっすね、このオイラっていう一人称センスあると思います。はいで、ガンホーからボガチャ、はい、引いていきましょう。無料からね、あの僕狙いゴーストリングかな。ゴーストリングが欲しいな。あー、金か。はい。バルナ。バルナは2体所持。はい。武器は、お、回復力を底上げしたいときにね。いいですね。でも、スキルターンが軽いな。はい。では、クリア報酬ガンホー記念でございます。3連。はい。ダイヤ出て。おーい。これがちょっとクリア報酬ってまずないかちょっとね、ちょっとダンジョンの、いやー、そうかそうか、ちょっとどんなキャラがいるんやろな。僕はね、闇属性といえばね、まあクルセイダーが欲しいかな。シャドリ結構ね、僕、ガンホーのね、このデフォルメとか好きなんですよね。いや、これは、ちょっとね、魔法石もね、このためにね、ちょうど調整して18個あるんで、石使っても引いていきましょう。はい、購入履歴。無料配分18個でございます。はい、ガチャ。狙いはゴーストリング。あとは、どうせならね、マリウス欲しいということで、はい。マリウスですね。はい、3回いきます。はい。ダイヤ、ダイヤが見たい。いや、ダイヤが見えへん。いや、この子ばっか出るやん。アスラ。3体目よ。はい、2回目。はい。どうも、お願いします。うわーっ、ちょっと待って。あ、この子強化されたのね、自動回復が。なんかどっかにはまりそうですよね。はい。いや、もうラスト。あー、またボックス。はい。はい。秒でボックス開けてきました。はい。ガンホーコラボチャ。ラスト。ほい。これは、これは、これはやっちゃってます。これはやっちゃってますね、完全に。はい、じゃあ結果見ていきましょう。はい、こんな感じですね。あの、ランマルーくんから、エンシェントラゴンナイト。いやー、これはマジでやってるよ。これは引いたあかんかったやな。いや、ゴーストリング持ちって欲しかったな。はい。でもね、多分また、もう9月も終わりか。10月になったらね、多分、まあ、例のごとく、あの、感謝祭みたいな。前夜祭みたいなやってくださると思うんで、多分石はそこで配布されると思っております。私たちのガンホーなら、はいはい。それでは今回はこれで終わりたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。最後までお疲れ様でした。よろしければね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。めちゃくちゃ励みになります。あとは、メンバーシップね、結構ね、僕メンバーシップではね、ちょっとブラックな一面も見せておりますので、そこね、僕の結構ね、ブラックなとこ結構ね、もうドルドルのこと言ってるんでそれは言い過ぎか。はいはいはい、まあそういうのを見たいって方、90円でね入れますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。それではね、また次回お会いしましょう。バイバイ。